で、まあ、元々のパエリアはまた違ったものを使った形ではあったんですけれども、またその話もですね、おいおいバレンシアの話とともにですねさせていただこうかと思います。でパエリア非常に作り方は簡単ですからですね、また皆様日本に帰られてからもですね、あの容量は日本の炊き込みご飯と同じような感じになります。一つ違うのはですね、もちろんの生のお米から炊くんですけれども、スペインの方にとってはですね、パエリアは芯が残っていないとそれはパエリアじゃないと言われておりますのでですね、あのしっかり私たちが想像するような、ふっくらと炊き上がったご飯ではこれは柔らかすぎるというですね、そんな店には二度と来ないとですね、言われるそうでございますけれども、今日はパエリアをお昼ご飯は召し上がっていただいて、で、そして今日はですね、これから今バルセロナからですね、これからまあ街を抜けて、今度高速道路を走っていくわけなんですけれども、約4時間ぐらいですね、走行距離だけで4時間ぐらいお時間がかかります。で、その中でですね、お寺休憩2回ちょっとですね必要になってくるかなと思います。で、これはですね、まあ2時間2時間に分ければ1回で行けるかなというあれなんですけれども、ドライバーさんのですね、休憩を取らないといけないという非常に厳しい規則がありますのでですね、それにのっとってという形でございますので、そのあたりはご協力をお願いいたします。ですのでだいたいバレンシアに到着するのは19時ぐらいという形で、そこでですねラロンハというところ、証券取引所ですね、昔あったところですけれども、で、そこを見学してから、ホテルに到着という形になります。で、これからですね、だいたい1時間半から2時間ぐらい走って一度お手洗い休憩、さらに1時間半ぐらい走ってですね、もう一度バレンシアの前でお手洗い休憩を取る形となります。で、ちょうどですね、今皆様のお昼ご飯も召し上がっていただいた後で、きっとあと10分15分バスに揺られましたらですね、眠気もピークになろうかなというところだと思いますので、これからはですね、まあ、せっかくですからこのスペインに来ていただいたので、スペインとはというお話と、そしてバルセロナのですねお話もなかなかすることができなかったですから、バルセロナの街のお話とですねしていこうかなと思いますので、もうすでに眠気が来た方はですねゆっくりお休みいただいても結構でございます。でちゃんとですね、まあ、お話聞いていただきたいときは必ずまたですねしっかりとお声かけをさせていただきますので、これからの道中はですね休みながらゆっくりとですね、ちょうど今からのお時間は一番ですね気温も暖かくなるポカポカしながら、その中でですねこのバスに揺られていきますので、もちろん皆様シートベルトをしていただいているとですね思いますので、これ必ずでございますからねお願いをいたします。バルセロナはですね第3の都市と言われておりますけれども、今日ですね観光していただいたように、観光のメインとなるような建築物ですね、これが非常にですね、狭い地域に密集しておりますので、とても観光しやすい場所という形になります。でホテルも非常に便利な場所にありましたのでですね、なかなかいろんなことをですね、しゃべる暇もなく、お店にもですねご案内という形になりましたので、なかなかこの税金の払い戻しのお話をする時間もなかったですから、このお話もややこしいですからですね、ツアーの中で、最低でも3回はですね、バスの中でお話をさせていただこうと思います。きっと今からはですねもう眠くてなかなか頭に入っていかないかなと思いますので、また休憩の後ですね、
皆様がしっかりと目覚めている間にですね、その辺のお話はさせていただこうかなと思います。で今回ですね、スペインが初めてのお客様も、半数以上いらっしゃるという形でございますので、スペインのお話からさせていただこうかなと思います。スペインですね、正式名称エスパーニャと申します。首都はですね、明日行きますマドリッドでございます。人口4600万人という形でですね、面積は、日本の約 1.3 倍ほどございます。50万平方キロメートルぐらいですね。で、カトリックのですね、方が非常に多くて、その他ですね、歴史的背景もありますので、イスラム教の方、そして非常に少数派ではありますけれども、ユダヤ教の方もいらっしゃいます。で、公用語はスペイン語なんですけれども、スペインはですね、場所によりまして方言のような言葉がたくさんありまして、一般的にスペイン語と呼ばれておりますのはカスティリア語と呼ばれているもので、で今ここの皆様がいらっしゃいますバルセロナ、ここはカタルーニャ地方というところになるんですけれども、ここは実は独自の言語カタルーニャ語というのを持っております。なので例えばバルセロナの人とマドリッドの方がお話しするときは、スペイン語でお話をする。マドリッドの方はですね、カタルーニャ語はわからないそうでございますのでですね、同じスペインの中でスペイン人だけれども、言葉が違うと。そして北の方に行きますとガリシア語というのもありますし、バスク語というのもありますので、いくつか言語がですね存在をするというのがスペインという国になっております。通貨はですね、他のヨーロッパの国々と同じように現在はユーロになっておりますので、非常に分かりやすい形ですね。わずか半年前まではまだ120円台だったのが嘘のようにですね、今もう両替レートがこんな102円の日が来るなんて夢にも思わなかったというようなですね、このヨーロッパの非常に厳しい経済状況という形なんですけれども、日本と違うところですね、お手洗いの状況が少し違ってきております。で、ホテル、レストランなどは、お手洗いは無料でですね使わせてくれるんですけれども、観光地にありますトイレはですね、結構有料になっているところが多いです。あと、高速道路のですねサービスエリアのなんかにありますトイレも人がいてですね、20セントもしくは50セントをですね払わなければいけないという場合もございます。で、これは有料だからといって綺麗というわけではなくてですね、そうなんです、有料だけれども紙がなかったりですね、そんな残念なところも多いんですけれども、観光地のトイレは有料の場合があるということをお気をつけていただければなと思います。で、チップはですね、これはまあお気持ちでという形で、まあ強制ではございませんのでですね、お気持ちがある方は、例えば枕チップだったら、まあ、お一人1ユーロとかですね、あとポーターさんに何か、頼み事をした場合、お部屋に何か持ってきてもらうように頼んだ場合などはですね、大体1ユーロが目安という形になります。で、お水なんですけれども、お水はですね、スペインは硬水になりますので、軟水に慣れてる私たち日本人には少し飲みにくいかなと思いますので、皆様はミネラルウォーターがですね、よろしいんではないかと思います。で、ヨーロッパはどうしてもですね、ミネラルウォーター炭酸入りというものがよく好まれて売ってますので、ドライバーさん以外からですね、買うときは必ず確認してもらうのがいいかなと思います。ミネラルウォーターは、スペイン語はですね、アグアミネラルと申します。ちょっと濁ってですね、言いにくいかなと思いますけれども、アグアミネラルというんですけれども、もちろん炭酸が好きな方もですねいらっしゃると思います。炭酸入りがいい方はコンガスと言います。コンガスと言います。で、炭酸なしがいい方はシンガスと言います。なので、お店でもお水を買うときはですね、ミネラルウォーターを手に取ってお店の人にですね、シンガスと聞きますと
イエスの場合だったらシーって言いますしね、あのイエの場合はノーって言ってくれますので、それで判断していただくことができるかなと思います。で、スペインはですね、あの、まあ、最終的にこのポルトガルにも行くんですけれども、ポルトガルとスペインとですね、比べてやっぱりお土産どうしようかなという方は、スペインの方が圧倒的にですね、お土産になるようなもの、食べ物にしろ小物にしろ多いかなという形でございます。で、時間があればですね、実は今1月ですからね、バーゲンシーズンという形なんです。